ども皆さんこんにちは、渡辺です。今日は、ピン1本使って簡単にまとめれるアレンジを作っていこうと思います。で、今日使うピンがめちゃくちゃすごいんですけど、この貝印さんのピンで、どんな方の髪質でも、簡単に止まるっていうピンです。これを1本だけ使って、もうこういう感じなんですけど、こういう感じなんですけど、これ1本使ってちょっと簡単に作っていきますんで、よかったら参考にしてみてください。では始めていきます。で、まず、後ろでちょっと軽くまとめますね。後頭部ぐらいですかね、後頭部ぐらいでちょっと軽くまとめて、ゆっくりねじります。どっちでもいいです。ねじりやすい方にねじってもらって、で、ねじってるところからちょっとこう少しだけボリュームランダムに出していきます。で、ある程度このねじったところを出したら、表面の部分もちょっとだけ出していきます。こんな感じで軽く出して、で、それをこの根元の部分に向かって巻きつけていくだけです。グッとで巻きつけながら、ちょっとボリューム欲しいところはボリューム出していきます。で、ある程度こうぐるぐるっと巻きつけて、毛先がちょこんと出てるぐらいの方が可愛いかなと思うんで、こういう感じでやります。で、この毛先の部分とお団子の部分をこれでバチッと全部止めちゃいます。ある程度止まるところだけでいいんで、それをここの毛先の部分と、あとこうお団子にしたところと、あと根元の部分を一緒にガバッと入れてぐさっと止めちゃいます。ほとんどこれだけで止まってます。結構ガチガチに止まってるんで、もう本当にめっちゃ簡単です。で、あとの部分をこうお好みでちょっとボリュームを全体的に出すみたいな。結構すごいです、これ。誰でも全然止まるんで。で、お好みでこういうちょっと最近手作りで作ってるやつがあるんですよ。こういうなんかパールつけたりとかして、で、これをなんか横とかにぐさっと刺しても可愛いかなと。変なし、これで結婚式行けたりとか、このパールじゃなくて普通に何やろ、ちょっとカジュアルななんか柄のものだったりとかを刺してあげても、普通に普段使いでも全然できるかなと思うんで、こんな感じの簡単なアレンジ、これがあると簡単にできます。よかったら参考にしてみてください。また今日は最後まで見ていただいてありがとうございました。またよろしくお願いします。では、さよなら。